リューバ一世は西五百523年から526年まで伯爵であったリューベリックの子。彼は統治に最も適した人物である実の弟、レオビギルドを見出し、フランク族のセプティマニアへの侵攻を防ぐためにレオビギルドと共同統治を行った。リューバはアタナギルドの死と同時に即位を宣言した。彼はガリアナルボネンシスのドゥクスであったとみられる。 西郷と王国を取り巻く状況の悪化はフランク族によってもたらされた。シグベルト一世とグントラム一世はおそらく569年にアルルまでやってきている。グントラムは勝利がかかった戦いにおいてアルルの広場を包囲した。リューバはさらなる損失を防止するため、そして自分自身の領土を確保するため、自らセプティマニア国境地帯を統治したとみられる。この時期は アルルでの出来事のすぐ後、569年頃のことである。おそらくこの国境地帯は、西ごー都市配下にあるヒスパニアタラコネンシスの一部でもあり、他の州を統治する弟、レオビギルドを信用していたからこそ、国の中心から離れた辺境を収められたのだろう。理由場による、この決定は、公権力の頂点に立つと、次は維持しようとする。 それまでの西号島王たちの傾向とは異なっていた。王国の北にいるリ由バの使命は、セプティマニア征服を非組織的に行うフランク族の南進を食い止めることであり、レオビギルドはヒスパニアの東と南に領土を持ち、新たな領土を征服しようと脅かす東、ローマ帝国側と緊張関係にあった。レオビギルドが将来の単独統治の準備をする一方で、 権力を弟と分割することにしたリューバは、西郷王国の経済回復の基礎を築いた。リューバは572年に亡くなり、レオビギルドが単独の王となった。リューバ、レオビギルド、レカレド一世、リューバ二世は4代35年の王朝と見ることができ、レオビギルド朝と呼ぶ場合もある。ありがとうございます。